オデット・アナブルはアメリカ合衆国の女優である。旧姓はユーストマン。アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンジェルス生まれ。母親はキューバ人、父親はイタリア人とフランス人のハーフ。スペイン語が堪能である。カリフォルニアのウッドクレスト・クリスチャンハイスクールを卒業した後は大学で金融を学ぶ予定をしていたが演技の道に進むことを決心した。 映画デビュー作品は1990年、子役としての、キンダガートン・コップ。その後、テレビや映画に進出し、クローバー・フィールド、破壊者では主役を演じている。その後、極秘司令ドッグ、ドッグ、イン・ザ・ダークネス、シガニー・ウィーバーラと共演した、ユー・アゲンなどでいずれも主演している。2010年の、ビバリー・ヒルズ・チワワニでは声優を務めている。最新作は、トファ グレース、リチャード・ギアラと共演しているサスペンスアクション、顔のないスパイで2012年2月に日本公開となった。テレビではジェニファー・ロペスがプロデューサーを務めるサウス・ビーチ、名探偵文句、ホームタウン、僕らの再会、ブラザーズシスターズ、バンシーなどに出演。2011年の4月よりフォックス制作のコメディブレイキング・インで メラニー役を演じている。ウィーザーの I'm ン n ュー u 2のミュージックビデオにも出演している。2011年8月10日よりラックスの CM に出演した。2010年10月10日にブラザーズシスターズで共演した俳優デイブ・アナブルと結婚した。2008年にクローバーフィールド破壊者でティーン・チョイス・アワードのホラースリラー部門のティーン。 チョイスアーズ4チョイスムービーアクトレスにノミネートされている。2010年ハリウッドスタイルアワード受賞。ありがとうございます。